皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はコード進行を覚える秘密についてお話をさせていただこうかなと思います。皆さんがこうコード弾きとか弾き語りとかする中でこんなこと思ったことがありませんでしょうか。なんか楽譜見ないと弾けないんだよなとか、コードが覚えられないんだよなとか、なんかコードがすっぽ抜けちゃうんだよなみたいな経験ありませんでしょうか。そんな方に向けて初心者でも実践できるコード進行を覚える秘密、コツ、練習法、そんなことをお話しさせていただこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。まあ、以前もね、なんか同じような内容で動画をアップロードしたことがあるんですけども、あちらはちょっくら内容がガチすぎて、本格的すぎて、ちょっと難しすぎて、なんかこれは初心者向きではねえとか、なんか俺にはまだ早すぎたとかね、こんなことできるやついるのかみたいな感じのコメントがバーッと出てきてしまったんですけども、大変に申し訳ないです。でもまあ、あれもいずれチャレンジしていただきたい内容ではあるんですが、今回のこの動画に関しては、誰でも実践できる、初心者でも実践できる超簡単なコード進行を覚える秘密をお話しさせていただきますので、ぜひ覚えていただけますと幸いでございます。この動画の中でお話しさせていただくのは2つの要素です。で、1つ目の要素、まず早速いきますと、これは練習法です。練習法、これからコード進行を覚えるために気をつけていただきたい練習法、これめっちゃシンプルです。すっごい単純ですけど、すげえ強力で、下手したら別にこれだけで皆さんコードが覚えられるようになってしまうかもしれないです。そのぐらいも超シンプルで単純だけども超強力な練習法です。それ何かと申しますと、ババン、平たく言いますと、楽譜を見ないで練習してください。楽譜を見ないで練習してください。マジでそれだけ。ちょっと学生の頃とかを思い出していただきたいんですけれども、英単語とか日本史とか世界史とか、なんかこの暗記物に関してどんな勉強をしてました？大体その覚える時の勉強って、こう見ながらなんかこう読んだりとかね、書いたりとかして、で、ある程度覚えてきたらパタンと閉じて、こうね、書いて書いて、あれ、なんだっけ、これ忘れちゃったな。なんだっけ、なんだっけ、これかな、これかな、あってた、これだ。なんだっけ、なんだっけ、ダメだ、これ覚えてないな、なんでよ、あれ、なんで間違えたんだろうとか、なんで忘れたんだろうっていうことを考えながら、なんか、ってやりながら覚えてましたよね。そんな感じで答えを見ながら書いてたら誰でも覚えられないんですよ。テストの勉強とかも、なんであれテストの形式になっているのかっていうと、教科書を一回閉じて頭の中にこう入っているかどうかをテストするわけじゃないですか。で、その頭の中に入れるためには見てちゃダメなんですよ。そんな話です。なんとなくギク、分かったかもしれないっていうような心当たりありませんでしょうか。なので、ちょっと大変なんですけれども、普段楽譜をね、バーッと広げながらギターを練習しているとします。けど、ちょっと大変ですが、一回コードをパタンと閉じて、あ、なんだっけかなーってことを思い出しながら弾くということなんです。で、ちょっと、お前待てよ、お前コード進行覚えてないのに、お前コード譜閉じたら、お前楽譜なくたら弾けねえって言うのに、弾けるわけがねえだろうって思うかもしれないんですけれども、まず当てずっぽうで弾いてみるわけなんですよ。ああ、こんな感じだった気がするな、こうだった気がするな。で、このこうだった気がするなって言った時に、こうね、バチコンってうまくはまると、あ、これだって、ハッとした気持ちになりますし、ああ、なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな、全然覚え出せないな、なんだろうな、本当にわかんない、もうダメだ、答え見よう、そうだった、みたいな感じのこう納得感。こういったものがですごい大事になってくるんですよ。で、たくさん失敗して、たくさん失敗して、たくさん失敗して、正解を分かって、たくさん失敗して、たくさんして、たくさん失敗してと。なんで言ってみれば、たくさん失敗をする練習をするっていうことなんです。たくさん失敗をする練習。この失敗をする練習っていうのは楽譜、つまり答えを見てたら失敗できないじゃないですか。だから練習にならないんですよ。でもそうじゃなくて、一回コード譜をパタンと閉じて、頭の中の模索をして、あ、こうじゃねえかな、ああじゃねえかな、みたいなことを考えながら弾く。これだけでほぼほぼ解決すると思います。今日からぜひ実践してみてくださいませ。それがまず覚えてほしい練習法、その1です。で、二つ目に関しては、ちょっくらコツというか秘密というか、ちょっとした tips、裏技でございます。それは何かと申しますと、1、ベース音。ベース音って何やねんという方、後で説明しますので、気にしないでください。で、二つ目、ストーリー。おいおい、音楽なのにストーリーってどういうことやねんって思うかもしれないんですけども、後々説明をしますので、少々お待ちくださいませ。このベース音とストーリーを使って、なんかこうね、なんだろうな、ベース音を使ってストーリー、物語を作っていくってイメージかな。その物語をイメージしていくとコード進行が覚えやすくなるんです。順番に行きましょう。まずベース音。皆さん、ベース音ってわかりますでしょうか？根音とか、なんかこう、ルートとかって言ったりとかするんですけれども、簡単に言うと、そのコードにおける一番低い音です。そのコードにおける一番低い音。
つまりどういうことかと言いますと、例えば Em というコードがあったとしましょう。 Em。 あ、めぐみん TV さんのジングルって Em かもしれない。まあ、そんな感じの Em でございます。このコードは6弦、6本の弦全部に鳴らすんですけれども、一番低い音どこやねんとなりますと、一番太いこの6弦、これです。この6弦の開放がベース音です。こんな感じで、そのコードにおける一番低い音をベース音と呼ぶんですけれども、他にも例えば C コードいってみましょう。 C コード、このコードは6弦の音がバッテンついていて、6弦は弾かないので、一番低い音は何やねんと申しますと、これです。この5弦の3フレットのどの音がベース音になります。他にも例えば D コード。このコードは6弦と5弦にバッテンがそれぞれついていて、一番低い音というのは4弦の開放。これですね。これがベース音になります。他にも例えば A コード、わかりますでしょうか。これは5弦です。 G コード、わかりますでしょうか。これは6弦です。こんな感じで、それぞれのコードに対する一番低い音をベース音というんですが、ベース音がどこにあるのかをまず意識することが大事です。で、その次、そのベース音を使ってストーリーを作っていきます。これちょっとね、抽象的な話かもしれないんですけども、話を聞けば多分、あ、そういうことか、納得すると思いますので、ちょっから、我慢してくださいませ。例として、例えばじゃあ C、G、Am、Em、で、F、G、C、G としましょう。こんなコード進行があったとします。C、G、Am、Em、F、G、C、G。で、これのそれぞれのベース音を探っていきますと、まず C は5弦です。で、G は6弦、Am は6弦、あ、5弦。で、Em は6弦の開放。F は6弦の1フレット、G は6弦の3フレット、C は5弦の、まあ、サムシング。そんな感じで進んでいきます。で、これをどんな感じでストーリーを作っていくかというと、ちょっとわかりづらいんですが、これ、6弦と5弦だと思ってください。6弦と5弦。こっちが6弦で、こっちが5弦。だと思ってください。まず C は、ベースここにあります。5弦の3フレットですね。弦。薬指が押さえているところです。で、その次 G はここにあります。で、その次 Am は5弦の開放なんで、ここにあります。で、Em はここ。で、その次 F はここにあって、G があって、C があって、G があってと。いう感じの、ベース音の分布図があるわけなんですけども、ここからそのストーリーを作っていくんです。基本的に音楽は A メロ、B メロ、サビ、それぞれですね、4の倍数で作られていることが多いんですよ。なので、4でひとまとまりにして、ストーリーを作っていきましょう。まあ、中にはね、5小節だったり9小節だったりとかするときもあるんですが、まあ、その辺はですね、4にしたり5にしたりとかして、ちょっと調整をしてみてくださいませ。このコード進行だとちょうど、4、4、のストーリーに分かれているので、まず前編後編を作っていきましょう。まず前編、前編はその C からスタートです。この5弦の3フレットからスタートするんです。ここがそのスタート地点です。で、そこから、ストンと落ちたみたいな感じ。ストンと落ちたで、5弦の開放、この A ですね、こちらに移って、ストンと落ちて、開放に行って、またストンと落ちたそんな感じです。この5弦の3フレットからスタートして、ベース音がストンと落ちた、そして開放に行ってまたストンと落ちた、そんな感じのあれです。で、後半のこの F に関しては、6弦の1フレット、ここの F からスタートして、6弦のこの1フレットの F から、こっち行って、こっち行って、はいはいみたいな。こっちからそっち行って、はいはい、そんな感じのノリです。こっからこっち行って、はいはい、つなぎますと C からスタートです。ここからストンと落ちた、開放に行ってストンと落ちた、隣に行って隣に行って、はいはい。ちょっとふざけてるかもしれませんけど、こんな感じのノリです。こんなストーリーを頭の中でこうどんどん作っていくわけなんですけども、そうするとそのコード進行の流れとかベースの流れとかイメージできるようになってくるんですよ。
今はちょっとふざけてやりましたけども、もっとこれがね、ちゃんと感覚的に身についてくると、こんな感じじゃねえかな、あんな感じじゃねえかな、確かこうだったな、確かこんな流れだったなっていうイメージがすごい湧いてくるんです。これ、あのね、言葉で言うとすると、その知識を立体的なものにするっていうようなイメージです。単純にこのコード進行を丸暗記で C、G、A、M、E、なんたらなんたらかんたらっていう感じで、その英単語とかね、日本史とかその丸暗記するんじゃなくて、その英単語でも、例えば、理っていうものに関してはその、ね、のね、日本語でいうとこの再っていう意味があるわけじゃないですか、アゲイン。なんで、そのリサイクルとかリプレイとか、その リピートとか、そういったものに関して、この理がつくことによって、そのね、あの再っていう意味が、アゲインっていう意味がつくんだなってのを覚えれば、英単語とかもすごい覚えやすくなりますよね。日本史に関しては、ね、なんか1977年何があったって感じで丸覚えするんじゃなくて、誰々がここでこういうことをしたからこういう事件が起こって、なおかつこの人がここでその、ね、殺されてしまったからこういう事件が起こってって感じでストーリーで考えていくとすごい覚えやすいですよね。それと全く一緒です。もう言葉でその C、G、Am、Em とかで覚えるんじゃなくて、こっからこう行って、だからそっちからこう行って、こっち行って、そうなったらこうやってあんな感じでバッタラバッタラみたいな感じのイメージ、流れをつかむということなんです。ちょっとまあね、あのパッと聞くと本当かなって思うかもしれないんですけども、実際にちょっとやってみてくださいませ。紙にこうやって書いてもいいですし、頭の中で、イメージをつかむだけでも構いません。ベース音がどこかを把握したならば、そのベース音のコード進行をね、あのワーと並べてみて、こっち行ってあっち行ってってイメージをしてみて、でそれ通りに弾いてみると。そうすると、なんかこう予測がつくというか、感覚でわかると言いますか。まあ、そんな感じになってきます。なんかこうなんじゃねえかなって感じで弾けるようになってきます。でもまあね、結構いろんなこともそうじゃないですか。そのね、端的に丸覚えする、例えば料理とか、なんか料理とかもさ、そのね、照り焼きを作るのには、なんかその醤油を大さじいくつとか、砂糖を大さじいくつとか、お酒を大さじいくつ、みりんを大さじいくつとかじゃなくて、なんかざっくり、ね、まあ、最初はさ、そのレシピ通りに作るかもしれないですけどもね、それを何回も何回も繰り返していくと、感覚的に、あ、多分こんなもんっていうのが分かってくるんですよ。それは何回も作ったりとか食べたりとかして、その味の確認とかをしているから、なんかざっくり、こういけばこうなる、こうすればこうなるってイメージがつくんで、もう適当にバーッとやれば、照り焼きが作れるようになるんですよ。それと全く同じような感じです。よかったら、ぜひチャレンジをしてみて、イメージをしてみてくださいませ。そんな感じで、2つについてお話をさせていただきました。結構簡単かと思います。初心者の方も全然実践できる内容かと思うので、ぜひ覚えてチャレンジをしてみてくださいませ。そんな感じで今回に関しては、コード進行を覚える秘密についてお話をさせていただきました。よかったらそのコメントにね、あの分かりやすかったとか、こんなことが知りたかったとか、ね、どこどこが分かりづらかったとか、そんなことをコメントしていただけますと幸いでございます。何かまだね、あのリクエストというか要望とかがあれば、また続編を作っていこうかなと思いますので、何か思うことがありましたら、リクエスト、ご意見、バシバシコメントしていただけますと幸いでございます。そんな感じ。それではまた違う動画でお会いいたしましょうとなる前に、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております、TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter をやっているんですけれども、もしよければ、Twitter ぜひフォローしてみてくださいませ。動画の最新情報とか、ライブとかイベントとかの告知とかね、そういったお知らせとかも、つぶやかせていただいておりますので、ぜひフォローしてみてください。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ。Thank you.